動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子馬王真です。青春18切符を使って鈍行と少し快速のみの16時間大移動第2話始まります。この動画面白いと思ったら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。現在地豊橋駅です。豊橋駅から一気に姫路まで移動します。サブチャンネルの全面展望を撮影しながらのかなりハードな旅になります。なのでぜひ最後まで見てください。サブチャンネルで使っている映像も使っていきますのでお楽しみに。というわけで今回の旅も始めていきましょう。新快速大垣行きが出るというので、大急ぎで乗り込みました。新快速だったらめちゃめちゃ早いです。心配事は18キップで使えるんでしたからどうかってことなんですけどね。あとは何気まずで、
大垣駅到着しました。次の電車、この16時37分の米原行きです。この普通電車に乗って米原まで移動します。でも米原からまた先があります。まだ先は長いです。終点前から参りますね。
この電車で播州和光まで姫路まで行けるみたいですね。乗りましょう。ご乗車ありがとうございました。まもなく京都の上空です。